ザ h 話し方講座人神野チャンネルでございます職場のあるあるシリーズお届けをしてまいります今日のテーマはですねこれなんです受動攻撃意地悪嫌がらせをする人の心理編ってみたいと思いますさあ深いテーマですよ受動攻撃っていうお話なんですこれどうでしょう聞いたことありますでしょうかあんまり聞いたことないかもしれないですね受動攻撃っていうのは何かって言いますと 受け身的に攻撃されてくる方ということなんですよ職場にこういう方いらっしゃいませんか例えばですね、はあ、分かるようにため息をしてくるとか、ね、積極的な攻撃じゃないんだけど受,受け身的な攻撃みたいなねなんか物言わないんだけどなんかイライラしてるとかはっきり言わないなんかあったんですかいや別にみたいな形でこうイライラしてるとかねなんかおはようおはようおはよう おはようなんで私だけちょっと違うのみたいな <laughs> こういうなんか受け身的な攻撃って言うんですよこういう受動攻撃って言うんですよでこれ今言葉の例出しましたけど実は言葉だけじゃなくて態度で受動攻撃を示すっていうパターンもあるんです例えばメッセージをこう送りました分かってるんだけど返信をしてこない方これ相手不安になりますよねこれも相手に対しては攻撃をしてるってことになりますね不安にさせてるってことですからね または何か提出物これ間違ってますよって間違いを指摘したら謝罪もなく返ってきた、まあ、普通はね「あ間違って申し訳ありませんでした」みたいな一言ぐらいあってもよさそうなものの「あはいはい」ってまた悪気ももなななくく返ししててるるとととここれもちょっったこう攻撃っていううになるわけでですすよねそうなんです実はですね職場で積極的に攻撃されてくる方ってまあいらっしゃるかもしれませんけれどもそれよりも受動攻撃の方が多いんですよ。 だから多分皆さんの周りにもいらっしゃるかもしれないし今後そういった方出会うかもしれませんので今回は受動攻撃のの対応方法ってて、ていいいいいいうのをバッチリ掴んでたたただだ快適な職場づくりに生かしていただきたいと思います。こちらのチャンネルは皆さんの話し方をサポートをさせていただくチャンネルでございます伝わる話し方向上委員会ということで是非ですね皆さんにもチャンネル登録をしていただいてこれからも一緒にトレーニングをしていきたいと思いますので是非よろしくお願いいたします。 さあ受動攻撃をされてこられる方の対応方法です嫌味を言ってきたりとかねちょっと嫌がらせをしてきたりまあ無視してくるなんてもあるかもしれないですよねで分かってるけどやらないこれも攻撃ですよねサボタージュって言うんですかねあのもう本当は本気出せるんだけどちょっと手抜くとかねこういうさりげない攻撃ですどうするかってことなんですよ でトースクール今までね全国で今スクール展開させていただきながら今5万人の方受講いただいてるんですけどもこれが一番効果がありましたと受講生の方からいただいた内容今日3つ対応方法をお届けしてまいりますさあ一つ目の対応方法です。一つ目はする これは過去の動画でもねストレスマネジメントの中でスルースキルっていうのをお届けしてますこちらにちょっとサムネ貼っときますけれどももしよかったら見てみてください要するに文字通りですねスルーするスキルですねこれダジャラじゃないんですスルーするスキルなな流すスキルっていうことですよねスルーできる力やっぱりねなんやかんや言ってこれが一番強かったとねいやスルーできたらそんな楽なことないですよっていうのはあると思うんですけどもでもやっぱりもう そういった受動攻撃されてくる方は受け流しましょうっていうことを意識しとくだけでもちょっとずつこう受け流す練習にはなってくるんですよねでいずれできるようになってくるということなんですだから言ってることをスルーできる力っていうことですね例えば何谷さんってのんびりしてるよねみたいなこと言われたとしたらあそうなんですよねってまあ、軽く流しておくと相手はねのんびりし,しやがってって言ってるかもしれませんけどもあそうなんですってこうファッと流しておくと何谷さんってあんまりなんかいつも話さないよねみたいな そうなんです話すの苦手ね今度頑張ります、まあ、みたいな形でこう流していくってことですよねあそこの場面さよくあんなこと言ったよねありがとうございますいや褒めてないしみたいなねあそうなんですね分かりましたみたいな形で、まあ、受け流していくと、まあ、ぬかに釘状態ですよね。 多分攻撃してくる方からすすると一番面白くないパターンですよね本当はこうリングで戦いたいのにね「すいませんその試合すら出ておりません」みたいなタイプですね。そうすると「あ張り合いがないな」ということでそのうち何も言わなくなってくるやっぱりスルースルースキルということを身につけていきましょうこのスルースキルっていうことですね。そして2つ目です。とはいったって流せない時もあるし対応しなきゃいけない時もありますよと分かります。なので2つ目これはクエスチョンです。クエスチョンって何かっていうと文字通りま質問をするということ。 まあ確認すると言ってもいい。なんで無視されるんですか。これ質問すればいいですね。別に戦う必要はない。喧嘩する必要もなく、同じ周波数でバチバチやる必要もなく、普通にですね。なんで無視されるんですか。二十二日と二十三日、二回メッセージを送らせていただいたんですけども、なんで無視されるんですか。もう普通に聞いたいですね。しかもこれファクトとセットがいいですね。ファクトっていうのはなんか事実ですね。こういうこと、こういうことがあったんですけど、どういうことですかっていうのがいいと思いますね。 ななんかか私の時だけ言いい方きつくないですかこういうアバウトのやつだと「いやきつくないし」で終わっちゃうんですよね。えー、議論にならない。なのでなんか私の時だけ急にタメ口ですよねってどうしてですかこう普通に聞けばいいわけですね。タメ口じゃないタメ口だったのみたいなのがあうファクトっての強いんですよねだからアバウトのことではなくて普通にファクトとセットで確認をするということよくそんなギリギリでこれますねみたいなねそれは10分前に集合した方がよろしいということでしょうかでも普通に質問したらいいと。 <laughs> なんか今ちょっと腹立つみたいな顔で言ってしまいましたけど普通に質問してあげるってことですよね。確認 そうするといやそうだととかかそうじゃないとか言ってね、えー、明確になってあそうだってことだからあらあじゃあ次回からそうしますとかねいやそこまでする人はないと思いますよとかね、えー、深まると思うんですよねそういったふうにまあ確認をしてあげるっていうのはこれはクエスチョンする、まあ、普通にだからあえて確認するっていうとクエスチョンって言ってるのはなんか確認するとか指摘するとかになると試合挑むみたいな形になってしまうので単純に質問をするとこのノリでですね、えー、聞いてもらうのが一番いいと思いますさあつつ目目最後3つ目はケアです。 ケアっていうのは、まあ、ケアするとサポートするってことですよね。だから、例えばですけど、ため息疲れてる方がいたら、あ、どうしたのって、こう声をかけてあげる。これもケアですよね。例えば、何か送ってるのを無視されたとしたら、あ、なんか言い方が悪かったかなと。えー、なんか言い方悪かったでしょうかって、こうサポートをケアしてあげると、もう一度説明させていただいてもよろしいでしょうかって、こうケアしてあげるっていうことですよね。なので、こっちが悪いってケースもありますからね。だから、そんな風にケアをして、えー、気遣いをして、声をかけてあげるっていう。 パターンですよねこれが三つ目です今日受動攻撃に対してね三つ対応っていうのをお伝えをしたんですスルークエスチョンケアっていうことなんです でこれ白黒思考でっていうかもうゼロサムというかねう絶対常に私はスルーとかね絶対私はケアしなきゃいけないそうするとねきつくなるんですスルーしようっってスルーできない時もあれば、ね、私が悪いんだと思っていつもケアしようと思ってたらもうくたびれて精神がボロボロになってしまいますよ実は何かというと大体そのシチュエーションとか人に応じて123のどれか当てはまるはずなんです。 この方はもうす,るするべきのの方方だないやこの方は確かに私の尽力が足りなかっただからケアすべきだなとこの人は言ってることがよくわかんないからとりあえずクエスチョンしようと要するにシチュエーションによって違うってことなんですよね。でいろいろやりり方がありますよと やり方も百八つありますとか言われるとえどれを選んだらいいのってなりますけど三つだったらいけると思いませんあ今目の前のこの方だいたい決まってますよこの方はもうこれでいこうとあこっちの方はこれでいこうぐらい三種類ぐらいだったらいいじゃないですかなのでそのパターンによってえ三つどれで対応するかっていうのを使い分けてみるっていうのをねぜひやってみていただきたいんですこれ一番具合悪いのは反応することなんですその攻撃されたところにいちいちカチンと来て歯向かったりとか腹立てててこっちもイライラしたりとか憎悪のエネルギー を受け取っっててしまってさらに倍増して返すみたいなことになったらもう大変なことになりますので言われてカチンとこう反応しないじゃ反応しない方法っていうのは何かっていうのは思考を使うってことなんです。これはノーで ね、考える人間は一番発達してるるんです考え脳とこの前の部分ですね三つ目の目みたいな感じです三つ目の目は関係ないかこの前の辺りこうよく考える脳ですよねあれ3三つのうちどれでいこうかなどれすべきなのかなってちょっと考えるだけでさっきのカチンの反応が静まって頭を使うようになるんですねそうすると対応がしっかりできるどれでパターン行こうかなって考えてるスキーです多分イライラはねだいぶなくなってると思いますよ。 要すするるるるにに考えとととということそうこそ冷静になってくるとぜひ受動攻撃」っていう今日テーマでお話ししましたけれども3つのうちあどれで対策いこうかなこの人はこれかな、えー、この人はこれかなみたいな形でぜひ実践してみていただけると嬉しいですし、まあ、いざそう言ってもねなんて言ったらいいのかなとかねなんて言わない方がいいのかなとかもあると思いますのでこういうのはやっぱりやってみると分かりやすいんですよね。なので概要欄見ていただくと、まあ、我々も月150本コミュニケーションのセミナーやってますし今日みたいなテーマっていうのはまあどちらかというとアサーティブコミュニケーションみたいなテーマになってきます けれども、そういったコミュニケーションをたくさんやってますので、ぜひ概要欄チェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。せーきゅう。